こんにちは。こんにちは。元力士がいろいろな裏話も言いながら大相撲の世界を制するまっチャンネルです。私が元幕下力士松本幸です。アシスタントの陽武幸です。このチャンネルでは皆さんからいただいた大相撲に関する質問にズバリお答えしています。本日は、はい、福岡県の40代の男性からいただきました。春日山親方の断髪には女性歌手や女性タレントも参加しましたが、女性が土俵に上がるのはどう思いますか？時代錯誤かもしれませんが、女性が土俵に上がるのは許されないのではないのでしょうか。だからこそ伝統が守られ、それも魅力の一つと考えますが、二十数年前に大阪の女性知事が土俵に上がって表彰したいという声も上がりましたが、結局はなくなりました。そういう経緯を知っているだけに、数多くの女性が大銀杏にハサミを入れたのは残念です。というコメントというか質問なんですけどもね、これちょっと誤解があるんじゃないかな。土俵に上がるの？土俵には上がってないんじゃないですか。この間に春日山親方の断髪式には、はい、うん、結構な芸能界の方もね、ハサミを入れたみたいですね。春日山親方も歌われる方ですので、そうですね、面白いですからね、うん、その中でまあ後援者とか親方とか力士も全員そうだけど、うん、男性がハサミを入れる時には、うん、土俵のど真ん中に椅子を置いて、うん、赤絨毯の上を歩いて、うん、ハサミを入れるっていうのがね、うん、これはもうまさにこう土俵の上に上がってくる。そうですね、うん、昔からそれはそういう男性のスタイルなんですが、それが最近は女性が着るっていうケースが出てきましたが、そうですね、女性の方がハサミを入れる時に、うん、椅子をね、はい、土俵のこうギリギリまで持ってきて、うん、そこに土俵と別の段を作って、うん、そこから手を伸ばして切りますね。断髪はするけど、うん、土俵には上がってない、うん、そうですね、うん、だからまあこの方はひょっとしたら断髪するのも女性は良くないんじゃないかっていう、ね、もう髪を触るのはどうかなっていうところかな、勝負し、うんうん、ね、なかなか嫌がるんやけど、もう最後やからね、お世話になった方とか、うん、例えばお母さんとかもね、今回も春日山親方のお母さんも来られてました、ね、そうね、うん、白鵬の時も、はい、宮城の親方の時も椅子を折ってきて、はい、うん、切ったんじゃないかな、お母さん、まあ、これはね、うん、おそらく昔はなかったと思うんですよ、全くね、もう女性はもう断髪式、そうね、もう土俵の上でっていう式になってるんでね、うん、だから女性は土俵に上がらないでくださいっていう伝統も守りつつ、うん、やはりね、今こうジェンダーフリーの時代になってきましたんでね、うん、まあ、やっぱり世話になった人には切ってもらいたいという思いがあった、この折衷案というか妥協案ではないのかな。そうね、うん、でも、うん、お世話をした方っていうのは変やけど、うん、女性の方も、うん、そういうルールを言われると、うん、それでも無理やり上がろうっていう人はいないんじゃないかな、うん、ハサミ入れてもらうのはありがたいから、うん、土俵のちょっと外で入れてもらえるような形を取ってるんだから、だから、うん、お子さんとかも、うん、女の子がいたら、うん、わざわざ力士の方が外まで行くからね、うん、花束を渡した子供とかおるとね、うん、そうですね、うん、まあ、男の子はね、一緒に椅子を取ったりとかよくしますけど、そう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 、女の子は、うん、まあ、下から花束渡したりとか、ね、うん、親方とかそうだね、まあ、まあ、ジェンダーフリーの時代ということで、うん、そうやって男性が女性のように分けるのはどうかなっていう意見も多いんやけど、うん、やっぱりそこそこのルールっていうのをね、うん、持った上で、うん、それをみんなね理解してもらってしていくのが私はいいと思う。そうです。でもかんでも、うん、それはダメだ、今の時代じゃないよっていうのは、うんうん、私はね、どうかなと思う。だから以前に知事がね、土俵に上がりたいって言った時は、うん、これは完全に土俵の真ん中で渡すことになります、ね、そうね、うん、大阪だったかな、うん、なんか表彰をする段階なんでね、うん、真ん中でいつもね表彰式どん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 渡す人出てきて、うん、マイクの前で言うんでね、うん、だからそれはちょっと遠慮してもらいたいけども、うん、まあ、そういう風に端っこに寄せて別の段からあなたが渡したりとか、ね、うん、断髪したりするのは、まあ、だんだんいいっていう風にしていこうという、うん、そうね、まあ、そういう時代にはなってる、うん、この方、質問者の方は、うん、髪を触るのどうかなという、うん、まあ、ではないかもしれないですけどもね、うん、それが土俵に上がったっていうのはわからないですけどもね、うん、なのでやっぱりね、土俵というのはそういうところなんで、うん、
あの相撲が終わってもね、うん、あの皆さんお客様が帰るまで誰も土俵の上に上がっていないように親方衆がもうこう囲っているいますからね。うん、それでね、あの少し思い出すのが、うん、以前に舞鶴市長が倒れた時に、まあ、あの女性の看護師がどうか、ね、降りてくださいっていうアナウンスをしたっていうことで批判されました。まあ、あれに関してはね、やはりちょっとこう人命に関する、ね、そうね、あそこまでなるとね、ちょっともうそういうふうな降りてくださいっていうことになるんであれば、うん、元からね、うん、協会側が男性の救命車を準備しとくとかね、うん、そういうふうなことじゃない。だってその女性の方も、うん、せっかくね、あの行為でやってるんで、もう市長が倒れたら、うん、そんなん誰でも行くのが当たり前じゃないですか。うん、だからそこはね、やっぱり基本的には女性は上がらないでっていうのはもう私ももうそれで理解できますけど、うんうん、そういう時はね、まあ、まあ、そういう時はね、うん、どっちとどっちが大事ってなるとね、そうですね、うん。まあ、そこはまあ相撲協会全体としてもまあこれから先方針っていうのを決めておかないとね、うん、またこういうことも起こりうるかも分かりませんね。だからもうああいう前例ができてるんで、これからも、マニュアル的にこういう時にはこういうふうな、もう今までにもない例がありうるから、うん、こういう時にはこういう人たちがそこに携わろうっていうことを巡業でもね、決めてるんじゃないかな。まあ、でも、まあ、昔に比べたら少しこう女性に対する考え方はちょっと変わってきたかな。そうね、もう相撲協会自体が、うん、ここからは女人禁制とかじゃなくて、うん、もうある程度はね、うん、緩和されてると思うし、うん、私もね、相撲をこの間見に行って、その前を見に行って、うん、だんだん変わってきたなというのが、うん、まあ、こういう時代なんでね、まだ力士の方たちは、うん、外ではね、うん、通路とかではなかなか交流できないんやけど、うん、親方なんかはもうスイーツ親方なんかも普通にこう女性ファンと写真撮ってるし、うん、まあそういう時代ですよ。昔だったらなかったんじゃないかな、ああいう親方集であれね、うん、そうやって女性のファンを楽しませる方法をまた新しくね、どんどん見つけていくんではないでしょうかね。はい、いかがでしょうか。まっチャンネルでは皆さんからの質問をお待ちしております。本日もありがとうございました。また次回。さよなら。